ンガポールでも 1.4% 下落するなど、アジア各国の株価は大幅に値下がりしました。今日シンガポールで開かれた記者会見では、こうした株安の最大の要因となっているアメリカ経済への懸念が、アメリカ企業のトップからも相次いで示されました。このうち、世界最大の消費財メーカー、プロクター&ギャンブルのマクドナルド会長は、アメリカが景気後退に陥るのかどうかはわからないが、アメリカ経済の成長は明らかに失われている。北米、ヨーロッパ、日本といった先進国の景気は基本的に低迷していると述べ、こうした地域の成長がいつ